リアレイズ、サイドレイズ、フロントレイズをトライセットで追い込め。はい、胸筋が歩いてる。あずか岡田です。今日は自宅で器具なしで肩全体を鍛える方法をご紹介します。肩はボディメイクでとても大事なパーツです。にもかかわらずトレーニングの初心者は胸とか腹とか腕とか分かりやすいパーツに目が行きがちなんです。でもかっこいい体っていうのは大体肩が美しいです。肩はクロート好みなんですけども、一般の人もかっこいい体っていうのは実は肩を見てる可能性がある。言語化することができないだけで、美しい体の背景には肩がバランスよく鍛えられている、このような可能性があるというのは私は思います。実際に肩は三角形の頂点の一つ一つであり、ウエストというもう一つの頂点に向かって進んでいく逆三角形の起点になるわけです。女性で言えばこの肩と腕の境目、ここに線がない、ここがボワッと膨れていると太っているように見えます。そして女性の場合は肩から下を出すことが多いですから、そこの見え方で体全体の印象が変わってしまいます。二の腕じゃないのと思うかもしれないですよね。肩の筋肉は腕の3分の1まで来てますから、腕の3分の1は肩なんです。肩と三頭筋や二頭筋の境目、ここに脂肪がたまるとメリハリのない腕肩になって太っている印象になっちゃうんです。なので二の腕をシェイプアップさせたいといって二の腕のこういうトレーニングばっかりやってる人はもったいないです。プラス肩を鍛えることで完璧になるわけです。ということで、とても大事な肩、三角筋です。これを鍛えるというのはジムじゃないとできないのか、そんなことはないです。家の中でも十分に追い込むことができる方法を紹介したいと思います。3種目連続で行うトライセット、という方法を行うと、肩がパンパンになります。では、実際に実技をやっていきたいと思います。このような、ペットボトルを用意してください。ペットボトルがなくても自分の腕だけでも十分効いてきます。さすがに男性はペットボトルがないと、十分にオールアウトするまでに時間がだいぶかかってしまいます。まずはこれを使ってどのように肩をバランスよく全体として鍛えていくかという考え方を紹介します。まずはダンベルのようにペットボトルを握ってもらって体の真横に上げていく。サイドレイズです。この時にペットボトルはとても軽いですから、よくあるサイドレイズのフォームで肘を強く曲げるフォームは一切やる必要がないです。こうすると負荷が軽くなりすぎます。なのでしっかりと肘は伸ばして、なるべく遠くにペットボトルが行く意識で動いてください。この時に肘を伸ばしきらずにちょっとだけ曲げておきます。この状態でなるべく遠くまで持っていきます。このサイドレイズと肘を曲げて行うサイドレイズ、全然負担が違うのが分かると思います。たったこの 500ml のペットボトルでも、ここまで肘を伸ばして遠くまで腕を伸ばそうとすると、腕の付け根、三角筋にとても強い刺激がかかるのが分かると思います。でもう一つのポイント、下げすぎない。これだけ軽い重さになると脇に近づくとほぼ三角筋の力がいりません。なので大きめに脇を広げておきます。この状態からここまで一切負荷を下で抜かない、休まない。この動きを意識しましょう。そして軽いですから筋肉に意識を持っていきやすいです。内部意識です。ペットボトルに意識を向ける外部意識ではなくて、三角筋、体の内部の筋肉に意識を向ける内部意識集中を行いましょう。具体的には両方の腕の付け根に意識を届けておいてください。動いている時に力が入っていること、上でギュッというふうに筋肉が収縮しきることを感じましょう。そしてだんだんと熱くなっていく、パンプアップしてくることを感じてください。このようにして軽いペットボトルでも負荷を三角筋に集めていくということを全ての種目で実践してください。肘を曲げすぎない、わずかに曲げておく。そして脇は下ろしすぎない。さらに筋肉に意識を届けておく、最大収縮。そしてレップ数をこなすごとに筋肉が厚くなっていってパンプアップしてくる感覚を大事にしてください。次に行うのがフロントレイズ、肩の前側ですね、三角筋の全部を開きます。
今のサイドレイズと同じ、ポイントを守りましょう。では少し浅いハの字を作ります。この状態で上げていきます。そして、ダンベルよりも圧倒的に重りが軽いのでバンザイするまで上げます。ここまで横から見てみましょう。下げすぎず上げます。下げすぎず高く上げます。ただし上げすぎて体を反らせない。体はまっすぐのまま少しかぶせるぐらいでいくと負荷が抜けます。もう疲れました。できました。3種目目、肩のリアヘッド三角筋後屈、この後ろですね、ここはよく二の腕の脂肪が気になる方にとってはとても大事です。小指から上に上げていきます。なるべくこれもペットボトルが遠くに行くように意識します。上で最大収縮、下ろしきらない。効いてきました。私でも効いてきますからね。このトレーニングをどういうふうに行うかを説明します。まず一番扱える重量が低いリアレイズ、三角筋の後部を攻めるリアレイズを行います。休みなしにそのままサイドレイズに入ります。そして休みなしに最後にフロントレイズを行います。これを3つのトレーニングを連続して行う手法としてトライセットというふうに表現します。これは肩のトライセットで三角筋後部、側部、全部を連続していきたいと思います。リアヘッドを攻めるリアレイズも三角筋側部をわずかに使いますし、三角筋側部、サイドヘッドを鍛えるサイドレイズもリアヘッドやフロントヘッドもわずかに使いますし、フロントヘッドを鍛える三角筋全部を鍛えるフロントレイズも三角筋側部をわずかに使います。ということで使う筋肉が後ろからリアからサイドフロントにだんだんと移っていくわけです。このようにすることで肩をこのトライセット一発でバランスよく鍛えることができるという発想です。時間としてはまずは30秒、リアレイズを30秒、そのままサイドレイズを30秒、そして最後にフロントレイズを30秒から、これを1分の休息を挟んで3サイクル行う。これだけでも十分にパンプアップします。慣れてくると1種目45秒から60秒行います。このようにして一気に時間で追い込む。回数ではなくてリアレイズ30秒、サイドレイズ30秒、フロントレイズ30秒という形で追い込んでいくと軽いダンベルでも十分にオールアウト。むしろ重いダンベルを使ってトレーニングをしていた方がこのトレーニングをするとバッチバチ筋肉痛になります。私もそういう経験が多々あります。ただきついです。一気に30秒長いと1分1本行うのでかなり持久的な要素も問われています。ということで今まで皆さんが刺激できていない能力を開花することができるわけです。このようなトレーニングでも筋肉が大きくなりますし筋肉のカットもよく目立ってきます。特に今までジムで重い重量をやっていた方はこんなトレーニング効かないと思わずにぜひやってみてもらいたいと思います。今回は500のペットボトルで紹介しました。女性であれば自分の手だけでも十分効かせることができると思います。それをペットボトルのサイズを上げていく250、500、そして男子の場合はさらに大きい1リットルペットボトル 1.5、2リットルでいくだけでも十分効いてきます。これを丁寧に行う方法もいいんですがスピーディーに行う、これもかなり負担がかかります。フォームは丁寧に行うんですがスピード重視、このようにすると45秒でもバチバチに負荷がかかります。水が入っていると少し揺れますからそれを抑えるのもトレーニングです。これで自宅で肩がバランスよく鍛えられる。これは超おすすめです。たった3分ですよ。リアレイズ3分、サイドレイズ3分、フロントレイズ3分、1個の種目1分という辛い流れを作ったとしても3分です。やばくないですか。3分を3セット10分ぐらいで終わりですよ。10分で多分パンパンになります。翌日やってよかったって思うような筋肉痛きます。こういう形で追い込むのもまた、違う刺激としてぜひやってみてもらいたいなというふうに思います。それではこの動画のまとめです。自宅で器具を使わずに肩全体を鍛える、そのためにはリアレイズ、サイドレイズ、フロントレイズをトライセットで追い込め。以上、この動画が良いと思ってくれた方は、チャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルが良いと思ってくれた方は、チャンネル登録と、ごめんなさい、
このチャンネルが良いと思ってくれた方は、この動画が良いと思ってくれた方は